ダッシュで行きます。どうも武田でございます。とひひの逆襲メンタル強っ。刻んでいこうぜ、よしきでございます。はい、ということで本日の動画なんですけれども、タイトルとサムネイルを見ていただいた通りになっておりまして、高校時代戦友同期とも出てくれます。のアスカちゃんです。どうも。おじゃあ、まあ一応グーラでいい。うん、グーラになったんだ。ということで高校からもずっと付き合いが長い。そうだね。もう実はアスカ強かったんですよ。かっけえ実績なんだけど、インターハイ3番になってるんですよ。やば。なってんだけど、こいつね、ハード高かったんですけど、あの時は。そうだね。100とかめっちゃ遅かったの。マジで10ぐらいだったんですよ。そうだね、高3で、もう、うまくいってそれだった。ここから、東京学芸大学に進学して、100m も10秒9。で、400も、10秒ちょっとぐらいから、48秒まで伸びたっていう、すごいよ。大学時代の、記録がこれ、マジでみんなびっくりすると思うんだけど、100が10秒9で、幅がいくつ？7m33?7m33? マジ？本種目じゃないけど、10種の中の靴だから、高校の時11、20ぐらい。7キロだもんね。ただ、いいっすよ。他がね、196。1m96 だよ。で、408秒91か。早っ！ 48 秒9はもう、あれだからね。一緒に乗っちゃうメンバーのエースだよ。ハードルが？ハードルが14秒47。これが一番すごいか。ハードルが一番得意だったから、円盤。円盤。分かりづらい。ちょっと苦手だったんで、34。あ、34。4m40。すごっ。封印だからいけんじゃん。やりやりね。55の50とか。すごいけどさ、これ俺のすごさ分かるね。確かに。もう47だから。そうだよね。全くやってないだろうね。それがすごいよ。戦後が4分半かな。ということで、穴がないけど、何でもできる、本当にキングオブアスリートということで、今日はその回から幅跳び教えてもらいたいと思います。イエーイ。このチャンネルでもね、ふざけたけど、企画は今までいくつかやってきたんですけど、社会人になってまた使えるようにやってきたところから、うん、そこにちょっとアスカのシートを入れて、どこまでいけるかっていうのをやっていきたいな。やっていきましょう。わざわざね、ちょっと説明させてもらったけど、ちょっと陸上の指導の仕事を彼してるので、今その腕もちょっと今日確かめようかな。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで、もう実はもうアップは済ませているんですけれども、最初俺一回飲んでみようかな。ピュアな状態で、お願いします。まあまあ飛んだんじゃね。記録はね、4m30。くそー。どうでした実際飛んでみて。2つあって、うん、1つ目が怖い怖い、ちょっと怖い、うん、最後ちょみたいな予想したのに、それが生かされてない感じがするなんていうのは、うん、飛んでてわかる。ちょっと減速してたもん。そう、まあ今日どこまでいけるかわかんないんだけど、うん、ある程度スピードあるとは自分の中で思ってるから、うん、それをちょっとでも生かせるような飛びに今日できればいいかなと、うん、っていうところはあります。二つ目は、つなげていっちゃった。合わせるのが怖くて。それのが怖いのと、助走が縮まっちゃう。助走が縮まっちゃう。うん、なるほど。そしたら助走が多分合ってないっていうのが。なるほどね、まず。あるから、ここから一旦短い助走。なるほど。助走からやっていくといいと思います。大体7歩ぐらい。単純で一旦こう、踏み切るリズムを作っていくと、実際の跳躍もできると思うんで、やっていきましょう。ダッシュで行こうぜ。お願いします。バンをめがけてるよりかは合ってないよね。リズムを大事にしてた感。そうそうだ、ここをね、合わせに行くとちっちゃくしたりとかそうなっちゃうから、基本はもう自分の飛びやすいタイミングで飛んでみて、で、まあ例えばこう出ちゃったら最初の位置をずらしたり、ここまで調節しようとしちゃうとちっちゃくなったりとか、いろいろ踏み切れなくなっちゃうから、まずは自分の気持ちいいリズム、飛べるリズムを知った上でやってみて、どれだけの差があるかでスタート位置をずらすっていう風にしていくと飛びやすいんじゃないかな。なるほど。最後タタタン7本の中で最初大きくいって最後は短くいくみたいな、そういうなんか区切りみたいな、それはもう人それぞれ。そうだね、7歩だと結構短いところでスピード上げないといけないから、その分、まあ、ちょっと最初は大きめにとか、まあ、7歩とかは関係なく最後の3歩とかはタタタン、最後3歩。そうだね、タタタン急に上げるのって結構難しいから、そうだね、これが難しい人はそれは5歩でやったり7歩ぐらいでやったり。で、僕の場合は7歩でゆっくりこうリズムアップしていく感じ、1、2、5、6、7っていう。ああ、なるほどね。そこはタイプによる。タタタンってなってる人は大体いい姿勢で踏み切れるんですけど、ターンって伸びちゃってる人は大体大股になってこっちが振り遅れちゃってたり、はいはいはい、最後この姿勢でしっかり踏み切れる姿勢ができてる人は大体リズムがタタタン。そこ短距離と一緒だよね。足が遅れちゃったら次の動作に影響出ちゃうから、ちゃんとこの位置にポジションを状態で押すっていう。そうそうそう、出てみようか。OK。 さあ行くぞ。よかった。うん、いいぞ、よかった。
同じぐらいだじゃん、7歩で。うん、同じぐらい。確かに。いきます。はい。お、でもね、今踏んでなかったから10センチぐらいね、損してたけど、さっきよりいいんじゃない。それで、いきます。はい。おお。ちなみに全く踏んでないよ。30センチぐらい損してる。速で4メーター80。ここで、え、公式だったら4メーター65。すごくね、この知識一つでこんな変わるってことでしょ。どうでした。いや、めちゃめちゃ良かったです。やっぱりリズムとか最後の踏み切りの姿勢っていうのがすごい大事だ。ここができてくれさえすればめちゃめちゃ得意。スパイクティあよ。本日のスパイクロングジャンププロ LJP。 あ、なんかそんな LJP みたいな感じかな。うちのチャンネル幅跳び用スパイク初じゃないですか。初だね。幅跳び専用のスパイクの裏側ってどうなってるんですか。短距離とちょっと違うのは若干この辺が厚みがあったりとかして。ああ、本当だ。これクッション材普通に。そうだね、衝撃にも強いし、ついた時に若干こうつま先が上がるような感じになるのかな。でも絶対履いた方がいいですね。多分踏み切りの一瞬でグッっていうのが強かったり、その後の体の伝えやすさっていうのが違いますね。なるほど。ダッシュで行こうぜ。完全戦闘モードです。そしたら、まあ、次は踏み切り姿勢作りをやっていきましょう。踏み切りの時って何が大事かっていうと、こっち側の振り上げる方の足、これが足をついた瞬間に遅れちゃってるのか、それともしっかり切り返すように持っていけるのか、タタタンのターンの時にこの姿勢がつけれるかどうかで浮くのか潰れるのかっていうのがかなり変わってくるので、ここの練習をしたいんだけど、ここで振り遅れちゃう人っていうのは振り切りの一歩前のここで切りすぎちゃう。こうなったりとか、頑張って走んなきゃっていう気持ちが強すぎて、切り前のここを大きく行きすぎて、あんまりそこは考えすぎず、むしろついたらついたら上げるぐらいの気持ち。ポイントです。で、これをやると何がいいかというと、幅跳びで遠くに飛ぶときには後傾っていう体はまっすぐの状態じゃなくて、若干こう斜めの状態の方が上にポンポンと浮きる力が生まれるんだけど、それを作るときにもほとんどの選手は自分からこう反ろうとしてこういう感じで伸ばしちゃう。だからこう反ってこう力が入んなくなっちゃう。そうじゃなくて、さっきやったこうついて上げるときにすると伸びきらずに上げるから自然と後傾ができる。自分から反りに行かないっていうのはポイント。だからテンポ良かったくね。テンポ速くなったのと、パターンがこうしっかり上がるようになった。怖いんだけど、うちの方がちょっと潰れちゃった。潰れた。力でいこうとしていくってなったから、ここはもう体まっすぐで、ね、もうここすごいね、めっちゃ変わるね。めっちゃ変わるよ。吉田の近くで変わってる。俺はね、いい、めっちゃいいと思うよ。スピードが必要ということで、ね、ちょっと距離伸ばしてみよう。おお。待って、5メートルいったくね。踏んでない。また抜ける。また抜ける。テンポ良かったよ。タタタンになってたよ。またタタンだな。5メートル20くらいいってるんじゃないか。踏んでない。単助走をしっかり飛ぶっていうのは今までやったことがなかったんです、まあ、そこでちょっと5メートル付近までしっかり飛べたのは良かったかなっていうのと、フランスのその最後の教えてもらった踏み切りのリズム 1,2,3 っていうところは今までなかった、足りないなかった動きがやってきたので、正直助走伸ばして記録が伸びなくてちょっと悔しかったんですけど、ちょっと楽しかった。あ、本当上手ですね。あ、本当にバンには乗れてなかったけど、姿勢とかリズムアップっていうところは普通の幅跳び選手
らい。マジでスピード一切活かしてないけど。そうだね、初心者だからね、言うてもから少ししょうがないし、練習してたらすぐということですよ、皆さん関東拠点に選手を指導するっていう。どうだそれは。どういう感じなんですか。まあ、やり方はいろいろあって、僕が東京に住んでるんで、東京にいる方だったりとか、千葉とか埼玉とか東京に来れる方だったら直接お会いして指導、まあ、今日の周辺に教えたみたいに直接教えたりすることもできますし、あとは東京の方だったらオンラインっていうことで動画を送ってもらって、それにアドバイスするような指導をしている。カエルのオンラインコーチだ。そうですよね。カエルの実力プラス技術でのし上がってきたというところは僕が保証するので、もしないなって言っていれば、ぜひ覗いてみてほしいな。ぜひぜひお待ちしてますね。基本的に十種競技もやってたので、どんな種目でも教えることはできる。今日も本日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。 あ、こっちだ。